カードが出ました。また画面にちょっと入りやすいように綺麗に整えさせていただきました。でですね、またなるべく憶測や主観を入れずにタロットカードの導いた答えを正確にお伝えしようかなと思っています。それでいつもでしたら一枚一枚カードを説明しながら皆様にお伝えしているんですけれども、そのまま感じたリーディング結果を知りたいという方もコメントでありましたので、今日はそのようにお伝えしようかなと思っています。で、まあ、カードの一つ一つの意味はテロップの方にも付けさせていただきますので、そちらの方で見ながら皆さんもリーディングしてみてください。では森さんの過去から見ていきたいんですけれども、過去の状況がカップのクイーンなんですけど、これはですね、森さんは結構人のために尽くした方、すごく人にいい思いをさせてあげた方かなと思うんです。たくさんの人にそういう形で信頼関係を得ていたっていう、のが見えますね。で、すみません、こちらは後ほど最終的なアドバイスカードになるので後で説明します。で、現在の様子を見ていくと、現在がソードの8が出ているんですけれども、これは急展開ということで、まあ自分がこれだけ信頼関係築いてて人にいい思いさせたから、こんな結果がなんでこういうふうになったんだろうというので、まあ裏付けとしてはワンドの9の逆位置が出てるんですけれども、すごく甘く見ていたというようなイメージですかね。なんか過去にいろいろやってあげたのに、それが全部無駄だったというような、すごくなんか結構、なんでこんな風になったんだっていう、ですかね。なんか、自分でも内心びっくりしている、自分が巻き込まれるとは思っていなかった、予想外だったというようなイメージなんですよ。で、顕在意識を見ると恋人のカードが出てるんですけど、またちょっと安心して、周りには自分だけじゃないっていうような、だから自分が一人だけが責任があるわけじゃないから、まだちょっと安心しているっていうか、自分が捕まったらもっと大変なことになるよっていう、そういう安心感を出していますが、なんか潜在意識ではすごくもう信じられないっていう不信感がすごい募ってますね。なんか裏切られたっていう気持ちでいっぱいなんじゃないですかね。結構追い込まれていて、焦りもすごく見えます。で、近い未来を見るとソードのページが出てるんですよ。これは、警戒のカードなんですけれども、冷静に切り抜けるとか、だから今の状況を、今の事情聴取を受けてもうまくしばらくは切り抜けるのかなというイメージなんですよ。なんか重大な秘密みたいな、なんか重大な秘密を抱えているような、なんかその森さん自体なんかすごく大きな秘密を抱えていて、それがあるからちょっと最後の切り札みたいな、少しそれで自分はなんかこう大丈夫だというようなイメージなんですよ。なんだろう、重大な、なんて言えばいいんだろう、すいません、ちょっと言葉を選んでいるんですけれども、では今の森さんの現在の立場を見てみますと、現在の立場がペンタクルの8の逆位置が出てます。これはなんかもう目の前のことに集中できていないというカードなんですね。で、裏付けを見るとワンドの10が出ています、の逆位置が出てます。ワンドの10の逆位置は、責任を押し付け合うとか、自分はとばっちりを受けたような、感じですかね。本当にもうこんなはずじゃないっていう、なんで自分に来たんだっていう、最終的になんかこう自分のことが出るはずがないというふうなイメージですかね。そのためになんかすごい途中でやめなきゃいけなくて、手放さなきゃいけないというふうなぐらい、もう集中できてないような状況です。すごく焦りとか裏切り、信頼関係でも最後に切り札があるから絶対大丈夫だというような感じですかね。で、周りの環境を見てみると、周りの環境がカップの5の逆位置、
これは再起するというカードなんですけど、なんか周りはね、組織の立て直しで動いてますね。どうにかなんか周りもちょっと焦りが見えるんですよ。結構なんだろう、これいろんな方がやっぱり関わっているから、周りのがすごい動きが早いですね。なんか調査、いろんな調査してますね。かなりすごい動いてるイメージです。で、森さん能力見るとやっぱ森さんね、すごいまたすごい力あるんですよ。この人必要とされてるから、今ここで終わらない人ですね。太陽のカードでまだ正解にはかなり力がある方だと思います。で、最終予想カードを見ると、まだでもね、すぐにはね、この切り抜けると言っても、今はちょっと切り抜けられても、まだこの苦しい状態は続きますね。すぐに大丈夫というわけではなくて、まだこの問題はすごく時間がかかりそうな気がします。で、アドバイスカードは力なんですよ。粘り強く諦めなければなんとか乗り越えられるっていう、みんなで力を合わせるような、人の力が必要と言っているんですよ。まあね、でもね、この人まだ能力がすごいありますね。今はちょっと運気が停滞しているんですけど、やっぱり能力と可能性的にはまだまだなんかすごく必要とされてて、ここで森さんがもしなんかこう、捕まるようなことがあったら、いろんな方がすごい芋づる式のような感じで危ういっていうか、だから周りもすごく焦っているし、でいろんな方に恩義を売っているんですよ。だからそのためにいろんな人も動くというようなカードですかね。はい、ということで森さんの占いはこんなような感じになりました。はい、では今度は五輪汚職事件がこのまま今後どうなるのかというのを占ってみたいと思います。ではこのようなカードが出ました。またリーディングしていきたいと思うんですけども、この場合でもちょっと一つ一つっていうよりも全体的な流れでリーディングしていきたいと思います。これは後ほどアドバイスカードのちょっと後で説明します。まず過去から見ていくと、過去、やっぱり報酬とか、成果を見合った成果みたいな、いろんな方がもらってますね。いろんな方がお金をもらって、お金が動いているといった感じですかね。で、現在の状況を見てみると、こんな感じで明るみに出て、五輪問題が、逮捕者が出たりとか事情聴取とかあるんですけれども、その中でピンチから抜け出すというようなカードが出てるんですけど、背景を見ると節制の逆位置、節制の逆位置、この今この五輪の問題が明るみに出てこうなってる中で、わざと複雑にしている、すごくなんかこの問題をあえて乱して複雑にしている人がいるんですよ。それによってピンチから抜け出してる人が結構いるのかなというイメージですね。で、なんか潜在意識、恋人、交渉、潜在意識、ビジネスチャンス、得、なんかね、この語に及んで、この状態の中でさらにお金が動いていて、これをビジネスにしたりとか、得をしたりとかしている人がいるんですよ。賄賂をもらったり、ビジネスにしたり、なんかすごいお金が、
で、近い未来、法の逆、法の逆、モラルに反する。ああ、なんかね、このなんて、ごめんなさい、なんかすごいうまく今どう言葉を選んでるんですよ。なんだろう、すごいいろんなイメージが入ってくるんですよ。現在の立場、運命のあの逆位置、後ろに女帝、これね、なんだろう、あえてこういう風になるように運命を狂わせてる人、正しい方向じゃない方向に動かしてる人がいるんですよね。やっぱりそれでリーダー的になる人たちが違う方向を向いてるんですよ。うわ、これちょっとなんか闇が深いっていうか、もうなんかあのね、すいません、毎回なんですけど、政治的なことを占うと、あの一人じゃないんですよね、やっぱり。あの、いろいろな人が動いて、絡んでいて、この一人捕まったか終わりっていう問題じゃなくて、いろんなところにつながっていくイメージなんですよ。周りは巻き込まれたくないっていう人がいっぱいいて、あー、そっか、なんだろう、これ森さんが捕まったからといって終わる問題じゃなくって、全然これなんか日本のなんか政治全体、いや、なんか日本以外にもいろいろな、本当にお金がすごくて、これを深くいったらいろいろなところにつながっててしまうと思うんですよ。なんか私もちょっとこれ以上あまり入らない方がいいのかなって思ってるんですけど、だから森さんはあえて生贄的な、なんかなったのかな、なんだろう、いや、深いかな。もうこの私たち一般人の国民の方はやっぱりこの問題はむやむやにされちゃいそうな気がしちゃうんですよね。これは入っていけないっていうか、入っちゃいけないのかな。そうなんですよ、なんかこう、すいません、うまく伝えられないんですけど、怖いですね、なんか、この簡単な問題じゃ ないんですよ、やっぱりこの女帝の触覚じゃ怖い、なんかね、ちょっとなんか、なんだろう、これなんて言えばいいのかな、すいません、なんかうまく伝えられないんですけど、でもこの五輪の問題は複雑すぎて、なんかまあしばらくはかかると思います。いろんな全体的に絡んでいる政治的な絡みなので、で、あえて今回明るみに出たのもあえて、なんかあるのかな。何かこの問題よりもっと深いものがあるんですよ。だから、なんかね、すいません、もっと見れるんですけど、ちょっと私も今回これぐらいにしようかなっていうふうには思います。なんかごめんなさい、うまい言葉が全然見つからなくって申し訳ないです。なんか
そうですね、なんかすいません、ちょっと今回はじゃあこんな感じでうまくお伝えできたかわからないんですけど、補足としてテロップはつけておくので、皆さんもよかったらリーディングしてみてください。申し訳ないです、うまい言葉が見つからない、なんかなくて。はい、ということで今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ということで今回すいません、なんか分かりづらかったら、伝え方が本当に分からなくて、これはなんか私も今後の課題としてもうちょっと伝え方を勉強しようかなと思うんですけど、やっぱり政治的なことって難しくって、あとまあ YouTube 的になんかこう違反しちゃう言葉もあるらしいので、すごいね、言葉を選びすぎてしまって、なんかこういう時ってアップするのやめようかなって何回も結構本当は実は占ったりしてやめてるのとかも結構あるんですけど、でもね、そうするともう全く占えなくなってしまうので、今回はアップすることにしました。次からね、もっとうまくお答えお伝えできたらいいなと思っています。もうちょっとね、なんか本当に自分の中でまとめてからお伝えした方がいいのかなって思うんですけど、今日はちょっと急いで占ってしまって、リーディングのイメージのままババって言ってしまったのに、ちょっと伝えにくかったら、もうお伝えにくかったら申し訳ございません。あと皆様のリクエストコメント読ませていただいてます。なんかなかなかお返事とかできなくて、あとリクエストも溜まってしまっていて、すいません。でもまた今後もね、ちょこちょこ占っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。また皆さんのリクエストやコメントをお待ちしております。あとなおね、個人鑑定すごい言ってくださるんですけど、申し訳ないです。今、個人鑑定っていうか、他のお仕事をやっていて、そこまで全然手が回らなくて、落ち着いて、そういう機会がありましたらお知らせさせていただきますので、今後ともよろしくお願いします。では、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。